はい、それでは回答解説に参りましょう。はい、場面ご覧ください。もう答えは書いちゃいましたが、私は昨日野球をしたという英文を作りなさいですが、答えは I play baseball。 関心がないんです。で、イエスされる。こうなるんですね。はい、2番、私は昨日ピアノを弾いた。I played the piano。 イエスされる。こっちはザがいるんですよ。はい、I played piano とは言えないですね。はい、なんでかってお勉強するんですけれども、はい、一応一番、多い説明はスポーツは何でも無関心です。まあ、これはだから野球だからね。なんかこれがだから、テニスだったらアイプレイドテニスになるんですね。はい、アイプレイドゴルフとかこうなるんですよ。スポーツは無関心。楽器、ピアノでもバイオリンでもギターでも何でもいいんですが、楽器はザがつくよというのが大体参考書に書いてあります。はい、まあそうなんだと覚えてもいいんですが、はい、もうちょっとですね、深く考える。なぜそうなるかという話。ですね、楽器からやっとこうか。私はピアノを弾いたんですけど、ピアノって、大体今存在するよね。ドカンと存在する。で、ピアノをいっぺんに2台弾く人は、まあ、いるかもしれないですけど、普通1台しか弾かない。弾かない。はい。そしたら唯一性になっちゃうんですよ。唯一性の座だろうというふうに言われてます。もう絶対もうそれしか聞かないから、もうザ・ピアノ、こうなると。だから一点になんか集中する感じだとやっぱザなんですよ。ね、もう一回ね、一点に集中する。もうピアノ、バイオリン、ギターね。もうそれに集中する感じだとやっぱ唯一性のザになってしまうんではないかというふうに言われています。はい。いいですか？だからザがつくという感じです。はい。ここまでいいですか？はい。それに引き換え、ベースボール、野球。唯一性って感じがあります。野球をする。まあ、グランドさして。ザ・ベースボールってなかなか言いにくいですね。いいですか？まあ、野球には違いないですけど。ですね。機能を表す。だから野球ってこういうもんという感じ。テニスってこういうもんというようなですね、機能を表すのが実は無関心なんですよ。いいですか？もうそういう機能を持ってる野球って、まあね、ピッチャー投げてバッター打って、まあ、打たない場合もありますが、打った場合で足が取ってランナーアウトみたいな、そういうやつですね。セーフの場合もありますが、はい、ホームランの場合もありますし、まあ、そういうのひっくるめる、まあ、なんかこういうなんかそういう機能ね、野球ってこういうもんみたいな、そんなものを表すときは実は関心はつかない。これが無関心の原則ルールなんですよ。はい、いいですか？こんな感じで実は、無関心になるということがあります。はい、関心がつかないと、これが、まあ、原則ということですね。はい、いいでしょうか？はい、これを、とりあえずしっかり覚えてもらえればというふうに思います。はい、以上です。よろしいでしょうか？はい、それでは最終問題です。はい、行きましょう。はい、泣いても笑ってもこれが最後の問題です。難しくしました。はい、行きましょう。1番、 I bought this camera なんとか、で、2番、はい、ボートディスカメラなんとか、全く同じなんですが、まあね、分かると思うんですが、この日本語になるようにうまく英文作ってくださいという問題です。私はこのカメラをクレジットカード払いで買った。クレジットカードで買ったみたいな感じですね。払いっていうのはまあ分かりやすく日本語にしただけで、クレジットカードで買ったね、これはもうこのカメラ、クレジットカードで買ったんだよっていう、そういう文章を作ってほしいですね。はい、もう一個、こっちは私はこのカメラをそのクレジットカードで買った。なんか話題になった。いやーね、クレジットカードをやっと買ったんだっつってね、カードまあスイカしかないですけどね、買ったんだっていうような、そんなとでもって、ああこのカメラはこれで買ったと言いたいような時ですね。言ってしまうと、まあ、ザというのが実はつくんですけど、こっちはね。はい。とはいえ、なんとかでっていうのが難しいですね。はい。はい、うまくできるでしょうか？結構難しいですね。漢詩のお勉強っちゃお勉強なんですが、はい。まあ、漢詩だけの知識ではできないかもしれないです。はい。いいでしょうか？皆さんできるでしょうか？クレジット払い、カード払いで、だからキャッシュ、現金じゃないよ。クレジットカードで買ったんだよっていう場合、はい、と、こっちね、はい、まあ、もう話に話題になってた、クレジットカードで買ったという場合にどう表現すればいいでしょうかという問題です。
はい、今からメッセージやってる方はご回答お願いします。はい、まあ分かんなくてもしょうがないです。はい、分かんない人はしょうがないですね。はい、構わないですよ。はい、でも自分なりのお答え作ってですね、はい、ちゃんと後で確認しましょう。はい、メッセージじゃない方もなんとかお答え作って、でそれから、回答のビデオ別に作りますから、そこで確認をしてください。はい、以上です。よろしいでしょうか。お願いします。